今この部分が、ちょっと青サビがついてるので、少し清掃します。こっちは綺麗なんですけど、こっちがちょっと青サビついてます。前、5、6台ぐらい古いウォークマンをバラしてみたんですけど、こういうのが不得意なので、全部再起不能になりました。今回はうまくいくといいです。ほとんどウォークマンをバラして、動かないウォークマンの場合、ベルトのモーターにかかってる、この、ゴムがあるんですけど、そこが切れてるたり伸びてる場合が多いですね。結構そういうのを交換して修理してる人もいるとネットに、サイトにありました。で、すごい人だとその、モーターの回る速度を調整して仕上げるみたいです。今私が綿棒につけてるのは、接点復活剤と言われてるものです。ゴミは、まあ、バラした限り、ゴミは、あんまりついてなくて結構綺麗なものですね。ここに青サビが、この部分ひどいので。今念入りに綿棒でこすって取れるといいなと思ってます。目が悪いですね。かえってヤスリとかでこすった方がいいのかもしれません。で、あまり、やると、私は結構壊しちゃうパターンがあるので、この辺にしときます。ちょっとストーブに、スプレーの液の、飛んでってちょっと危なかったです。ストーブとかつけてるたり、部屋で、こういうのを使うのはこまめな換気が必要だと思います。今このボタンの裏部分に接点復活
剤を軽く指でこすってます。効果はわかりませんが。結構ベトベトになりました。で、あ、ネジがちょっと。で、今、また戻しておきます。ベルトが切れた場合は、ここの何箇所かある大きなネジを外して、ここを取れば、この基板を上げればいいみたいですけど。今はベルトが切れてないんで、このまま戻します。で、また、精密ドライバーで元に戻しておきます。ヘッドもちょっとさっきテープを聞いたとき汚れてる感じがするんで、軽く綿棒でこすった方がいいのかもしれません。私はよくネジをばらしたとき、どこがどこだかわかんなくなることがよくあって、過去にもばらしたウォークマンのネジが、ここにたくさん入ってます。で、結局直せないで、この間燃やせないゴミに全部捨てちゃいました。ほとんどたまにオークションでまとめて売ってる人とかいますが、結構そういうのはもうすでにばらされちゃってボロボロの状態のとかも売ってる場合もあります。で、ちょっとベタベタしたので軽くタオルで拭いて配管をきれいにします。ちょっと、比較的、中はきれいみたいなんですけど、ヘッドをちょっと、腹の何もついてない綿棒で、軽く、撫でます。以上で軽く清掃が終わりました。